次の方は、まつりちゃん？まつりかけてみるか。もしもーし。配信中です。ちょっと待って、今、お風呂上がり。うわ、マジ、ちょっと、ちょい。とんでもないご褒美タイム来ちゃった。大丈夫か？ちょっと全然いいよ。こっちは全然大丈夫だから、配信のチャンネルの番とか。全然いいよ、カメラつけても。出たばかり。別にビデオ通話始めないから。あ、そうか。いや、全然こっちはいいんだよ。チャンネルとか、別にその気になるのにから。出ないよ。久しぶりだね。お久しぶりでございます、姉ちゃん。もう、うん、あれ、30万人、うん、あれですか、行きました？まあ、世界線によっては行ってる世界線もあるらしい。あ、なるほどね。そう、行ってる世界線もあるけど、ちょっと今の世界線は、まだちょっと時差の関係でね、行ってないから。なるほど。そうそう、だからちょっと耐久で。行くか行かないかくらいのところに。そう、耐久でね、今頑張ってるから、ちょっと、祭りの力をお借りしようかなと思って。わかりました。じゃあ、一肌脱ぎましょう。いいんですか？じゃあちょっとカメラの方でお願いしても、いいんですか？もう、エッチな自撮りを送ろうかな。あ、それはいいですね。え、祭りね、あげれるね、エッチな自撮りあるんだよ。あるの？マジで？それはちょっと前のめりになっちゃうよ、今。いいんですか？ちょっと待って。いいんですか？いいよ。いいらしいです、皆さん。エッチです。好きでしょ？うん、めっちゃ好き。ごっくんだな、エッチ好きでしょは。エッチ好きでしょで、めっちゃ好きはダメなんだよ。いや、祭りとはね、一回、二回ぐらいお会いしたことが、うおー、うん、これはいいね。なかなかいいね。これはいいね。てか、そう、いつも持ってきた時でさ、うん。祭りちゃんの格好、いつもエッチよね。まあ、見てほしい。露出鏡だから。露出鏡なのそれ。そうだよ。大丈夫それ。露出鏡なのマジ露出が高いよね、いつも。こう覚えながら歩いてる、外。そうだったの実はね。あ、そうだったんだ。露出鏡だったんだ。知らなかったよ。そう、さ、うん。私さ、いやもうなんか結構、リスナーさんとかに、胸があんまりないみたいなことね、うん、なぜか言われること多くて、でも、本当にね、VTuber 界っておっぱい大きい人多いじゃん。多いね。その中でもさ、ま、たまーにほんとごく稀に自分より小さい人いるんよ。いるー！ね。ね。ねるちゃんとか。まつりちゃんとかね。え？ね。まあ、ねるちゃんの方がさすがに小さいと。いや。はねるまだ成長期ですから。こっからまだまだいきますから。おー、まあ、確かにね。ちなみに、何カップなの？まあ、F よりの B ぐらいですか、ね、いやそういうのいい。F よりの A？、F より B ですよ、B。B。F よりの B ですか。B はあるんだ。と聞いたね。一応ありますよ。あ、と聞いた？もう、だと思いますよ。まあ、もしかしたらもっとあるかもしれない。B か。うん。そうか。いや、まだお互い成長期だからいけるから。あ、そうそう、こっからね。まだいけるから。こっから、余裕よ。